上げようとしたりしないのもポイントかもしれないですね、うん、一番良くないのはこう左足下がりなのに体重がこっちに残っちゃうと、はい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 、傾斜に反してるのでもう一歩歩き出すぐらい傾斜なりにこう振っていけるとそんなにミスはしないかなと思います。まず方向をいつもよりもちょっと左目にアライメントを取るっていうところと、はいはい、ちょっと短く持ってこれもいい感じで振るっていうところですかね。はい、ナイスショットです。上げたい時ほど前傾がキープしないといけないんですよ。でも上に振った方が上がると思ってる人が多くて高台だからってこうして伸び上がると逆に球は上がらないっていう風に思ってもらえるといいかなと思います。はい、